はい、というわけでどうも名探偵マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のイベントの情報が来たんで見ていくんですけども、こちらというわけで、次回大特集祭ワンピースというわけで、今週の金曜日から開催されるんですけども、これまさかのワンピースが来ましたね。僕ね、このワンピース大特集祭来て、ちょっとコナンくんばりの推理をしようかなと思うんですけども、今月の9月28日からほんまは 5.5 周年イベントが開催される予定やったんですよ。ただしかし、大人の事情でね、何かありまして、流れまして、その詳しいことはわからないんですけども、来月の10月15日になったんですよ。半月ずれてしまったんですよね。で、あと1ヶ月となってるんですよ、開催まで。まあ、それの、なんか、それでワンピース来たと、そういう状況ではあるんですけども、まあ、リリース2000日記念っていうのは書いてあるんで、もともと予定されていた、イベントなのかなとは思っているんですけども、僕はね、ここ名探偵コナン君行くんですけども、僕ね、これね、おそらく即席で組まれたイベントちゃうかなって思うんですよね。おそらく 5.5 周年前夜祭兼リリース2000日イベントみたいな感じで、前の創刊祭とか夏イベみたいに、いろんな作品からの寄せ集めイベントがここで来ると思ったんですよ、 5.5 周年に向けて。で、ここで2週間やって、28日から 5.5 周年バーンっていうパターンやと思ってたんやけども、来月にずれたんで、おそらくこのワンピース一回クッション挟んでから、10月の1日から前夜祭なんかの祭りイベント来て、 5.5 周年という流れになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それなんで思ったかというと、新キャラとエンブレム、これですね。これで僕はビビッと来たんですけども、ドンクリックとキャロット、この2人ね、共通点があるんですよ。まあ、同じ女の子っていうこと以外にもう一つ共通点がありまして、これね、海外版にもうすでにいるキャラなんですよ。これはコナンくんなんですけども、ドンクリックもキャロットも、海外版にもうすでにいるキャラクターなんですね。いるやんな。ドンクリークも確か海外版でいたような気がする。もしここでクリークいなかったら、僕のこの推理が外れて、これ小五郎のおっちゃんになってしまうんですけども、二人ともが公開される新キャラ全員が海外版のキャラっていうのは今までなかったんですよ。ありました、この新キャラ情報で来るキャラで海外版のキャラが公開されたというのは過去にあったんですけども、全キャラ海外版からの輸入っていうのはなかったんですよね。ただしかし今回は2人とも海外版やね。これなんでかっていうと、おそらく内部で何か問題があって、来月になったと。一つイベントは用意しているけど、あと2週間分イベント用意できない。これどうすんねん。どういう穴埋めしようかなと思った結果、いろいろ考えて、あ、そういや、海外版にまだ登場してへんキャラクターいんなと。で、海外版にすでに登場しているキャラクターをこっちに参戦するっていうのは、まあまあ、なんていうの？ありがちというか、やりやすい方法なんで、じゃあそれで即席の、イベントを組もうと。ってなっても、なんか祭りイベントを開催してもなんかあれやなと思ったから、大特集祭形式にしようと。あ、そういや、ワンピース海外版のキャラクターめっちゃおるやないの。ワンピースの海外版のキャラクター、あと5、6体いるんですよね、こっちに登場してんキャラクターが。じゃあそれで大特集祭組もうやないかっていうので、これで来たんじゃないかなと。それで即席のイベントが今回組まれたんじゃないかなと思うんですよ。ほんでエンブレム、このエンブレム、もうすでにアイテムとしてあるやつばっかなんですよ。これ今年か去年に、悪魔の実がアイテムとしてゲットできるというイベントがあったんですよね。で、アイテムをエンブレム化するっていうのは内部の構造的にもいい、めちゃめちゃやりやすいんですよ。
だから僕前々からずっと言ってんねん、遊戯王のガチャの専用の引けるガチャチケット、あれなんか遊戯王のカードのマークやんか、あのカードをエンブレムにしてくれってずっと言ってんねん。内部的にも金めっちゃかからへんから、ただただそのちょっといじくるだけでそうなるんで、もう前々からずっとやってくれって言ってんのに、もうなんかしなくてやってくれへんねんな。ただしかしそのこうやるとこれ取ったんですよね。うん、これめちゃめちゃ簡単やねんほんまに。だからマジで即席で作られた感が半端ないんですよねっていう僕のこの読み、どうなんでしょうか。はい、当たってる気しかせえへんわ。うん、で来月の10月1日から2週間ちょっとした祭りイベント前夜祭みたいなのが開催されて、10月15日ぐらいから 5.5 周年という流れになると思うから、ワンピースがここ立て続けてぶち込まれてんのはそこが原因なんじゃないかなと思いますね。さすがにこれ意図的にこれ組まれたわけではないと思うねんな。うん、まあ最近というか今年割かしね、新キャラのラッシュえぐいんですけども、まあさすがにそれ祭りイベントで看板作品被るってのはまあ僕は許容範囲というかまあ許せる範囲なんで、ただ大徳秀才をまあかなりなペースでぶち込んでくるってのはさすがに批判が湧くと思うから、それ意図的にやらへんと思うねんな。前のワンピース特集って6月やんな、3ヶ月後こんな短いスパン過去にもなかったんで、だからね、これはおそらく、大人の事情で組まれた特集なんじゃないかなと思います。だから限定キャラもおそらく海外版のキャラに、今回は新キャラ、新しいキャラクター、真の、海外版にもいない、日本版にもいない真の新キャラは今回登場しーひんと思いますね。全員海外版のキャラで、終わる大特集戦になるんじゃないかなと思いますわ。ただしかし海外版でもうすでにいるこっちに登場してへんワンピースのキャラクターって結構激アツなんかおるんですよ。で昔から登場してんのは、ゾロですね。三刀流やったっけ、三刀流の限定のゾロが海外版でもうすでにいるんですよ。だからそのゾロがもし今回この大徳秀さんに来たとしたら、もうこれはもう大人の事情よ即席で組まれたイベントやから、ここワンピース立て続けっていうのも皆さんこれは怒らないように、うん、これは大人の事情というのをぜひに皆さんにもね組んでほしいなと思うんですけども、はい、他に海外版のワンピースキャラクターで誰がいたかな。ゾロ以外、ゾロとこのキャロットはめっちゃイメージがあったんですよ。クリークいたやんな海外版に。もしこのクリークいなかった場合、この僕の8分ぐらいの演説が意味がなくなるんですけどもね。もう水の泡とはこのことなんですけども、8分いきましたか、8分いった、8分喋るんですけども、あの動画は収益多くなるんで8分なった。まあ念のためにもうちょっと喋ろうかなと思うんですけども、僕のこの読みどうですか。絶対当たってるやろこの延期 5.5 周年が延期されてって大人の事情、公開された新キャラ全員海外版、公開されたエンブレム、新規イラストなしのもうすでにアイテムにあるやつばっかし、内部的にもいじくんの超簡単な構造、名探偵コナンでしょこれは。8分いきましたね、ありがとうございます。